はい、毎度どうもこんにちは、ひうちまるでございます。今回は2度目の登場、アスバルですね。この銃は前ね、登場した時は15ラウンド FMJ という15発単発のね、ものすごい強力な、なんかあの SKS の小型版みたいなね、銃にして登場しました。今回は連発の方でやろうと思います。はい、だからね、弾薬は大容量拡張マガジン B になってます。命中率、射程距離、操作を上げるいつものカスタムですね。機動性は落としています。こんな感じでいこうと思います。レッツラーゴーと。はい、場所はヌークタウンのテンプル。あー、また提灯ですね。まあ提灯のとこは久々かな。はい、提灯行ってみましょう。いや、今回はこっち側か。うんうん。だからこの場合は左かな。左の方から行って、あ、左に行って、左から出てのバスとトラックの間から、ドラッと。早いな。弾早いな、なくなるの。って、なくなるのっていうか、打ち出すの早いな。80ですからね。あれ、もうたまないや。早えな。拡張マガジン B 入れてんのにな。すごいですね。速さがとんでもない速さですね。ダメージ自体は20台真ん中ぐらいかな。あ、そこで撃ってもね。そこで撃ってもちょっとね。いや、でも早いぞ。弾足がちょっと早いですね。うわ、37。これは近距離の速射には強いぞ。25。うん、結構の速さで出てるな。あ、でも弾がなくなるのが早いから、本当に綺麗に当てていく人じゃないと使いにくいかもしれないな。セントリーガンを撃ちます。ねえ、これはすごい扱いにくい銃かもしれないな。あの、まあ今までのね、あの動画でも言ってる通り、あれなんですよね、玉足の速いやつ、連射速度の速いのをね、玉足速いってよく自分は言うんですけど、玉の足が速いやつはね、扱いにくいんですよ。きっちりとあのエイムができる人にはね、ものすごい強い武器なんですけど、自分みたいなエイムをよく外す人にはね、ああいう風にね、ただ無駄玉を打ってるみたいな感じになっちゃうんで。本当にね、もうどうだろう、これあの距離いけるかな、いけるか。あの距離で20台真ん中ぐらいか。ほう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 。まあでもダメージ自体はね、もう何の文句もないですね。5発キルはできるだろうし、ヘッドショットは31今出てたんで、これでどのぐらい出る。あ、20台後半ですね、あのぐらいの距離でね。はあ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 。まあ多分使い慣れたらものすごい強い銃ではありますね。やっぱ連射度80は伊達じゃないみたいな感じですね。もう終わっちゃいますよ。あら、勝利50対10。いや、 MVP いただきましたけど、えらく早く終わっちゃったな。いや、なんか申し訳ないですね。なんか検証する間もなく終わっちゃったみたいな感じですね。でもまあ結構強い銃なんですけどね。はい、レーティングは92。いや、まあ多分これもボットさんじゃないのかな。まあ違うかったらごめんなさいね。いや、でも本当にね、ちょっと分かんないんですよね、もうこの頃自分も。はい、アスバルは一応ね、あの前の単発打ちでかなり上げてるんでね、 XP カードだけいただいて、ティアの方を見て、はい、またまたね、50円、あー、50クレジットゲットでしょうね。何回言っても50円って言っちゃうな。はい、戦績を見ていきましょう。どうかな ?33 キル、0です。9アシストですね。いやー、多分これはそうだ。ヘッドショット 9.1% って、命中率 19.3。低いですね。はい、アスバルの連射型の方だったんですけども、どうだったでしょうか。かなり強い銃ではあると思います。
あの連射度っていう面でいけばね、かなり強い銃だし、あの当てていける人は結構強い銃だと思うんですけど、自分みたいにエイムをこうよく外す人には本当に無駄弾が多くなるようなぐらいの速さのね、あの弾速というかね、弾の速さなんで、いやどうだろうな、これはちょっともうちょっと上手くならないと使いづらいかな自分にはね。いやでも FMJ のね、あの15ラウンドの方を入れればね、また違う銃にこれは変わるんでね、これは結構まあそういう面ではいろいろこう汎用性がある銃だと思うんで、皆さんもアスバルもしよかったら改造していろいろカスタムして使ってみてください。ではまた次回を待て。